皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。今日は、記者会見がありました。この記者会見というのは、サナテックシードによる、高ギャバトマトの、苗をですね、これを、小学校や、障害児の、施設に、無料配布するというこの件について、これやめてくださいということを今署名を集めて、今それを届けると。でこれを各市町村の首長さんですとか各議会にですね、これを届けていくということを全国各地でやっている方たちの意見も聞きながら、これをぜひ止めたいというこの PR を今日はこの署名活動をしていますということで記者会見をさせていただきました。地方紙ですとかマスコミの方がこの取材に来てくれて、記者会見オンラインだったんですけれども、220人以上の方がそこに参加をして、今日の記者会見に参加をしていただきました。で本当に私はまあ、一参加者だったわけですけれども、でも本当にこういうことがですね、やっぱり結局営利企業として営利にもならないことを、やろうとしていて、でそして、このゲノム編集をやっぱり今日も話ありましたけれども、やっぱり安全性の評価っていうのがしっかりされていないんではないかと。安全性評価っていうのが結局ちゃんとした、長期的な中長期的な影響に対してのやっぱりものがなくって、結局安全性評価も一部の遺伝子の部分のところの安全性評価だけであって、全ゲノムについてのそういう安全性評価もしてないし、それから動物実験などのそういった実験もしてないという中で、やっぱりこういったものをやっぱり子どもたちに食べさせていくっていうこと、それは育てて食べさせるっていうことまで結びついていくわけですし、学校教材などで使われればそれを拒否することが子どもは難しいと。これは子どものワクチンなんかにもそこにつながるんですけども、やっぱ本当に子どもに対してやっぱり自己決定が非常に難しいところに、またこういったものを無料で配布していくっていうことがやっぱり非常に強制性反強制的なものになっていくんではないかということで、本当にこういった問題をやっぱりしっかりと各地ではですね、一生懸命やってるお母さんたちのおかげで、教育庁なんかがそういったものはあっても使えませんということで拒否するということも言ってくれているところもありますので、そういった全国の活動がですね、これから広がっていくことをまた期待していきたいというふうに思っております。そしてやっぱそういったことをやっぱぜひ報道することで、やっぱ多くの人にこういったことが起きているんだということをやっぱり知ってもらうことがとても重要だと思いますので、ぜひOKシードプロジェクト、OK シードプロジェクトの方でそういったこともホームページの方で署名も集めておりますので、ぜひこの OK シードプロジェクトの方のホームページに、ぜひ行っていただいて、署名の方に、ぜひ協力していただける方はまた署名協力をぜひよろしくお願いいたします。OK シードプロジェクトの方ではこの間も紹介いたしました、ゲノムの神話と現実、ゲノム編集の神話と現実ということで、こういった、ガイドブックのようなものもね、これもPDF でネット上で読めますし、この冊子の方は300円で今この翻訳がされている、こっちの方もぜひ読んでいただければと思います。これ PDF でネット上で読めるようになってますので、ぜひ読んでいただければというふうに思います。で、わからないことがあったらぜひコメントなど寄せていただければ、これを翻訳した印訳さんにまた、動画に出演していただいて、また分かりやすく皆さんに解説していただく動画なんかもぜひ作りたいと思ってますので、ぜひこういったゲノム編集について、また OK シードプロジェクトについて、またいろいろと今起きていることについて、また皆さんからこんなこと聞きたいということが皆さんの方でありましたら、ぜひどんどんコメントやメールでも結構ですので、ぜひお寄せいただければと思います。ちょっとツイッターの方はですね、ちょっとツイッターをやる人が今あまりいなくてですね、ちょっと今連絡が遅くなってしまっているんですが、ぜひコメント欄ですとか、それからメールですね、メールがやっぱり今一番いいので、メールの方でまたぜひ連絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。いつも最後まで見ていただきましてありがとうございました。どうもありがとうございます。